はい、皆さんおはこんばんにちは、アポロンです。今回もゾロ2コブプレイしていきたいと思います。出撃ですね、まず。はい、それで今回は一回も言ってなかったこの中海の遺跡、ここをプレイしていきたいと思います。一番最初のあれですね、あのまだお兄さんが、このトロンのお兄さんが捕まってなかった頃の一番最初に行ったステージですね。本当はここになんていうかお宝探しに来てたんですけど、まあ途中で借金の取り立てにあって連れて行かれたと。はい、ここですね、一面、一番最初にプレイした面です。はいはい、はい、中はこんな感じですかね。開くかな。開いた開いた。で、おぉ、なんだっけ、リーバードだったっけ。リーバードが3体、こいつはまあ弱いですから、お金だけ集めてと。あ、コブも集めてくれてます、お金を。で、先に進むと。確かここの遺跡にいろんな強化パーツみたいなあった気がするんですよね。はい、またリーバード。こいつは結構強いかな。コブにも戦ってもらって。あ、結構強いな。結構強いな。起き上がって、もう一回行ってくれ。で、その間に。ああ、結構タフでしたね、こいつは。お、持ってきてくれてる。あ、持ってきてくれた。進む順がわからないから。なんかいるな。あ、下にいるのか。この穴に。お金をいっぱい持ってきておる。そんな大した金じゃなさそうだったな。まだ持ってきてくれてる。うわぁ。あ、強いのいるな。お、宝箱で。お、なんか落ちてるな。あ、これ使えるか。よし、なんか手だな。おお。こうやって回ってたら、よし、うん、楽勝ですね。で、これですね、コブに開けてもらわないとダメか。自分で開けられないっていう。ん？賢さキューブか。なんか賢さを上げるやつかな、コブの。まあ、あんまりいらなかったですね。強制的に上げれるんだったっけ。普通上限があるんで、賢さ3とか2で、マックスが4だと思うんですけど、それを上限を超えて上げれるのかもしれません。広いな、結構。ロックマンダッシュ、これの本当の本編というか、ロックマンダッシュはこんな感じですよ、レイト。うわ、うわ、強そうだな。いつもこういう遺跡で、お宝探しみたいな感じでしたけど。うわ、強そうで、そんなに強くなかったら。ここにあるかな、あいつが出てきたってことは。あ、なんかボスっぽい。あ、なんもない。これは良さそうなアイテムっぽいですね、部屋で。ん？花火？花火か。うわ、なんかここも、
強そうなのがいるな。あれ？なんだ？ああ、こいつか。うわー、まだいる。でかいの持ってこいよ。そんなちっちゃいの。いくらだ、それ。10ゼニーとかじゃないか。お、また賢さキューブ。いっぱいあるな、賢さキューブが。ここは？ん？まあ、こいつらか。いっぱいいるな。ロックオンしてるだけで勝てるな。あ、奥のこれ。あ、お金お金。で、ここの穴に。うわぁ、いくらだこれ。500ゼニーぐらいか。ん？切り替わって何もないかな。何もないな。結構広いな、本当に。うわぁ。またこいつか。うわぁ、2体、3体か。え？うわ、どこだろう。砂煙上がってるとこ。3体いんのかな。うわぁ。なかなか姿現さない。うわぁ。そりゃ食らうよ、あんな聞いたら。うん。めんどくさいな、てか。強くはないんだけども。そこそこタフだから。うん。おぉ。おぉ。古文、自動で戦ってくれないのか。わぁ、一体。まあ、一体倒したら相当楽になりますよ、こういうのは。よし、2体目。で、3体目と。何かありそうだな。うわ、アリ地獄みたいな。え？あ、こいつらかまった。何なんだろうな、こいつら。特に何もない。うわ、なんだこいつら。なんだ。何かよくわからないよ、ほんとに。ん？うわ、うわ、でっかい、アリ地獄。ほんとのアリ地獄だ。あ、こいつが産んでたのか、こいつらを。うわ、なんか、引っ張っていかれた。なんか、アリ地獄の方に引っ張られていってんな。なんだこいつ。何の意味があるんだこれに。こいつ自体は直接攻撃してこないな。オブ戦ってくれないか。どうなってるコブ。何やってるのかよくわからん。何もやってないのか。お金拾ってくるだけ。おおお、タフだな。お、死んだ死んだ死んだ。え、お金出した。おお、出してる出してる。意外とダメージ食らってるな。意外とこいつら食らわしてきてる。これはあるだろう。ありましたね、宝箱。うん。なんだ？土管、あ、これかな？欲しかったの。土管。結構食らいましたね。はい、これで終わりですね。
うん。これで戻って、アイテム開発かな。おお、結構稼げたな。17万ぐらい。銭ぐらい。うんうん。お、パチンコ。で、見回りで開発室ですね。渡したらいいのかな？古文にアイテムを。話すかな？見回り、違うな。こいつに渡したいんだけど。あ、出た出た。なんだこれ。なんだ、ライトニウム。土管かな。はいはい。で、こいつは花火かな。あ、ガトリングガンね。で、すごく硬そうな。あ、こいつにはこのライトニウムかな。あ、違うのか。ライトニウムは誰だろうな。あ、こいつか。E タンク。で、開発で。あ、高いな。安くしてほしい。これで、お、10万円。これは？ああ。おぉ。ガトリン。E タンク。これ、ライフかな。あ、まだいけんのか。ああ、もうないな。はい。ということで、今回の動画はこれで終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ですね、次回はまた、この開発した、新たに開発したバズーカとかガトリング使っていきたいなと思います。では、また次回の動画でお会いしましょう。アポロンでした。